どうもどうも犬山でございます <laughs> お見れまちょっと声カットされちゃっと音高すぎて。はいこちら出た出たよ。はい。いや日本代表選手変更追加を関根弘紀ということになりました。怪我になっちゃったんでね高井選手はね。はい。高井くんがいましそうマチダの前半30分に怪我になってしまいました。柏の関根くんが代表追加ということになります。変更ですよね。二番だ通り次のキャストは関根選手だったということですね。そうですね。まあということで今日はなんで関根くんだ 関根君だったらどのポジションやるのかってところと、そもそも彼、の今年ね、一応ほら、J リーグで初めて出だしたってところもありますから、関根君、オリンピックもいたけど、どんな選手なのとところも含めていろいろ話していこうと思います。はいくままいいいしししぜひよろおお願願たすすてことで、関根選手、今回、森保ジャパンっていうか、日本代表、A 代表初招集ということになりましたと。 え前回9月のシリーズが終わった後の段階で初めて J リーグ視察に,、うん、視察に来た森安さんがまあ柏戦選んでてね多分細か君見に行ったんだと思ってたら、うん、試合終わった後に言及したのがなんと関根区の名前だったということで、うんうん、まあそういうことはね、まあ、別の動画でも話しましたけども、はい、まあなんでまさもう元から今回27人選ばれてたけど、はいうん、28番目 そういうことなんですね。だと思われます、はい、っていうことで、まあ、関根選手どこにつくのかって言われたら、まあ、一応こうなるのかなと、まあ、右下にいますけど、うんはい、一応彼はあの柏レイソルとかと森安ジャパンじゃなく大岩ジャパンの方だと右サイドバックを中心にやってたのでじゃあライバルで言うとヘンリーさんだったわけですね。 なので望月くんが前回の9月私立以降でより成長を見せたところがあったからじゃあ今回も10月も望月かっていうところで入れたんだけどぐらいなところでしょでそれでだから関根くんの可能性もあったんだけど望月選手にかけたって感じだったと思うんですがまあ読んでみようってことになったんじゃないかなと思います。ちなみになんでこうしたのかと僕もなんでここに置いたのかっていうとまず俺でもう一個あるのが。 森保さんの中で関根君ここじゃないんじゃないかと思ってて俺もしかしたらの話なんですけどこっちで考えてる可能性あるかなあそうですかへえはい,っていことではい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 でいっいでいはいはないは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 いいでいはははいいは あまり関根君に関してはあまり知ってる人、そんなに多くないんじゃないかなと思って、今までここまでの経歴みたいなところちょっと知っていきましょう、柏レイソルディフェンダー関根大樹選手、実はまだ大学を卒業していなかったりするんですが、実は関根選手、どこの中学、高校というかユースだったのかというと静岡学園中高の出身でございました。ででおななじみのそうんすよ で元から足元重視してる、もう小学生の頃からなんか彼はもう足元まずすごい重視してたってところあるらしかったんですけどまあだからまあそこからまあ静岡学園中高行くってのはまあまあ分かるところだよなってところでございましたであのー、あれだあの松村雄太君の世代がいかの静岡学園高校ってあの優勝するじゃないですかあの選手権で。うん 2019年度ですよねね要はねコロナのちょっと前のところですよ。うんうん、そこで優勝したんですけどいわゆるその松村優太世代の1個下優勝した翌学年のところがで実は関根選手がいまして、うんえー、実はその世代ではキャプテンも務めていたというところでもありました。うん、まあただちょっと彼としてはというかこの世代ちょっとかわいそうだったのがまあさ、うん、要はあのあ、うん、コロナの年があの高校3年生でかぶっちゃったんですよね。そうでしたたかだかかだらら公式戦とも削れの あったであなるほどだから彼もまた例に漏れずとか大学進んだんですよねそれが行ったのが拓殖大でしたとそれで1年生の大学1年生の途中で、えー、なんか急にサイドバックのところに名前があったみたいなところで、うん、だから大学1年生のと途中で、うんえー、やっとサイドバックにコンバートと,ということになりました、うん、で今が実はまだ大学4年生なので本当は 1>, 1年早くプロ入りしたって感じだからだからサイドバック始めてまだ2年半ちょいぐらい、うん な,んで,す、ね、なんですねなるほど昔からやっぱ大きくてっていうのもあったから、ね、うん、本人もこの大学の時にサイドバックをオンバートしたのも、やっぱ酒井宏樹選手とか何かこうやっぱりフル代表でもいたけど、うん、でけいサイドバックってのはそんなに日本にいないよなーっていうところで。うんね、でかいと、やっぱ学生時代はセンターバックにされがちですけどね。どっちもでもできるっていうのが今、トレンドというか、あれなんでしょそうなんです、はい、は,いはい。 でそれでやっとサイドバックにしたのがめちゃくちゃ良くて、うん、それまでも別にこう世代別代表の常連とかじゃなかったのが、うん、だんだんぐ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 ん伸びてきたが去年の秋に行われたあのアジア競技大会だから当時大岩ジャパンの2分と言われた時ですけどそこでだから初めての,この,世代あの世代別とか国際大会の主要大会経験そこが初めてでした。おいおいあそうですか だから世代別の2軍から1年で A 代表まで来たんですよ。素晴らしいですな。リ、ね、バ・ J リーグ。リバ・ J リーグ。ーグそのあとはもう皆さん知ってると思いますけどね、今年の2月からも開幕からも柏で出だした。で、4月はアンダー・ニュース・アジアカップでもうぐんぐん名前出して、7月のパリオリンピックのメンバー入りもしました。で、そして今月はもう日本代表まで上り詰めましたというところでございます。は、うん、はいはい、はい でさっきのまあ表裏もあったら戻しますけど、うん、まあ一応だから、そんなこんなもんあって、もともと187ありますから、真ん中のこのディフェンダーの真ん中もできるしね、ただ、あの本当、関根君すごかったのはね、まず右サイドバック、大岩ジャパンでやりながら、うん、インナーアップでウイングのちょっと脇とかまでこうぐーんと走ってきてたりしたじゃないですか。はははいはいはい、はい でもあれば大外回ってってみたいなことは山田風紀選手なんかとね共にやってたかななんてこともあるので、うんうん、やっちゃえやっちゃえだけどやっちゃえっていうね、はい、なんか彼のその持ち味みたいなことができれば、うんうん、今例えばこのサイドバックでもウイングバックでもセンターバックでもさすがにそこまでのことまでやってる人もそこまで多くはないので。はい 菅原行成より高さがありみたいなところで考えると関根選手がだから急にだからちょっと台頭していくってことも今回ありえるんじゃないのかなといいとですね。というところですね。ちなにまずこれもう一個だけ時系列話していいですかこれ合わせた関根すげえなって思ったんですけどもう一枚の表をご覧ください。 まあさっきあの冒頭で28番目、番目元から決まってたんじゃないかっていうふうに言いましたけど、うん、なんでかって、高井選手があの怪我したのって、土曜日の3時半、十、ね、分詳しい時系列を。はい、で、うん、関根君はあの柏対マリノス、まあ、柏が1-0で勝ちましたけど。うん の試合終了後にスタッフから言われたんですってで、えー、その試合が18時に18時頃に試合終わってるんで、うん、多分彼が聞いたのは18時何分かとか10何分かとかそれぐらいだと思うんですけど、うんえー、まさに二21時には成田空港にいました、うんえー、で実は我々これあの、はい、土曜から日曜に変わった深夜に撮ってるんですけど、うん、もう飛行機乗ってますサウジに向かっている。 もう向かってます。うわすごいですね、オペレーション。<laughs> へえ、家帰ってない。か、だから帰れる人じゃないと呼べなかったっていうのもあるのかなとも思いますね。うん、あとはホームじゃないから、そうか。まあそう,そう,そう,あそうね。うねなんかいろいろある。あ、そうだよね。 なるほどもしかしたらこういうのって、うん、あの僕ら分かんないけど、えー、もしかしたらこういう怪我とかっていうケースは起こりうるから、うん、何人かの選手とかその可能性があるチームの方とかにはいい、うん、ったりするのかなて<ー>思いましたねなあとなんか以前ちょっとこれ代表関連で聞いたことがあるのが同じ年とか直近1年間ぐらいで JFA がデータ持ってる人が基本的にこういうのって呼ばれるとかっていうのもあるんですって。 うん、例えばほらあのフル代表は初めてだけど。うん もうだってついこの間パリオリンピックにい,いたじゃないですかだから JFA 側がそ関根君のいろんなこう写真データもそうだけど<ー>いろんなデータ持ったりしたからパッと、まあねうん、呼べるってのもあったのかな,な,な、ね、っていうのもあっへ、まあ、だから、まあ、何にせよい,いろんな、まあ、高井君は本当怪我がが心配ではあるんですが、うん、いやねなおしおし、はい、ねなししんで関根選手からしたらもうこれ以上にないチャンスがこう急にやってきたってところがあるのでここでどれだけこう爪痕を残せるかちょっと注目し、ね、ままてこと。うんね そうですね。はいはいはい。というところ。はい、よくば、デビューできるといいですね。そうですね。でも前回ね、高井君は実際、こうデビューもしてる。そういう展開にね、まあ、サウジ、オースラリア、強豪ですけど、そういう展開にみんなでしてあげたいですね。そうですね。いや、頑張っていただきたい。頑張ってください。いや、いっぱい説明いただいて、ちょっと、ありがとうございました。ありがとうございます。お願い。さあ、またね。ええ。そうだね。もう本当に、この悔しさをね、バレにまた。ね。 高く飛んでいただきたいと思ありがとうございます。あお大事に。はい。おだけますと、最後言えば、高井くんさ。高井くんも今年、めっちゃいろんな大会に臨だけどね、本当に。そうだね。そろそろ疲労、ちょっと体にはきてたよねってところもあるかもしれない。ありがとうございました。ということで、そこでお送りしました。す。ありがとうございました。ありがとうございました。とういました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。お願いします。よろしくね、メンバーシップもやってるよって言ってまはい。ということで、いい動画でございました。どうさん、たれでした。そんじゃあで、バイバイでまたね。